E プラスをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。こんにちは。茂山茂でございます。茂山茂雄でございます。茂山道二です。今年もやってまいりました春狂言。毎年春の時期にですね、まあ、のどかな笑いを、提供している狂言会でございますけども、今年も、東京と大阪と、2カ所で公演をさせていただきます。まず、先にありますのが、4月7日8日と、東京の方で公演がございます。国立の学堂で、はいはい、7日の方にはですね、スペシャルゲスト、まあ、ちゃんと失礼のないようにせなあかんで、僕ら、まあ、ちゃんとご挨拶せなあかんで、山本東次郎さんがですね、はい、スペシャルゲストに来ていただきまして、うちのアキラと、地蔵舞という、ね、これまたちょっと渋い狂言をですね、はい、やったことある？ないですね。ある？僕はもうしないですね。あまり公認さんにでもやったことがない感じなんですけども、ね、ちょっとまあ面白い、ちょっととんちの効いたお地蔵さん、あ、お地蔵さんじゃないですね、お坊さんが出てきて、ね、そこでこうねやり取りがあるという狂言なんですけどもね、お酒を飲めないから飲めないからちょっとこう言い方を変えてみたりとかっていう風にしたね、ちょっとした、まあ、お坊さんのなんかちょっとしたこう俗っぽいところを描いたようなですね、作品でございますけども、まあ、これを東次郎さんがねどんな風にうちでやると大体ちょっとそういう狂言だから割と柔らかいお坊さんの感じでやるやんかみんな、うん、ちょっとねとそういったちょっと知恵の働くような、ね、お坊さんのやり方をしはるけどもね、山本家はね多分そんなやり方をしはるね、硬いけどなんかすごい気持ちを聞かすお坊さんって歌いと舞いですよやはり、まあ、向こうのねお得意な歌いとか舞いっていうのもですね、はい、ふんだんに入っております。地蔵舞という狂言、これをまず、見ていただきます。はい、8日の日にはですね、お日曜日2時からのおやつは、はいはい、那須の語りが千五郎、見てこれ後ろ、ほらもう若い若いよこの千五郎先生、この時代からやっていいんだ話、もうできるか俺大丈夫か、大丈夫なんでしょうかね、まあ、若いおじきが出てくると那須の語りの親父がまあやりますね、はい、多分かなり久しぶりじゃないかと思うんですけどね、大体このまあ那須の語り自体を独立して演じるっていうことがあんまないですからね舞台で、そうですね、大体まあ開きの時は狂言会でね、うん、おのおのやったりしますけども、それ以外はあとはね能の屋島で出る時にね、そう小垣がついた時にしかね愛狂言のね特殊演出なのでこれで独立してやるっていうことは本来のスタイルとは違うのですけれども、それでも十分見れるということなんですね、はい、はい、それとアーソー、アーソー、アーソー、私やらせていただきますけれども、うん、太郎冠者と次郎冠者という名前がついていない召使いが出てくるっていうのは非常に珍しい狂言でございます。名前がね、登録と下録と言いましてですね、名前をついてる人を雇っている、まあ、ご主人様なんですけれども、話の内容としましては年明けにですねちゃんとしていかなあかんので、まず髪の毛を結い直してもらいたい、普通にちゃんと髪の毛を整えてほしい、で髪の毛を整えていくところにかぶる烏帽子ももうこしらえてあると、で次ついては一人は私の髪型をきっちり結い直してくれ、一人にはその烏帽子を取りに行ってこいと、そういうわけでございます。髪の毛を結い直す、わかりますか、髪型を変えるんです、この髪型ちゃうんですね、ということは面をかぶるんです、その時代に応じた面をかぶってその狂言をするということなんですね、8年ぶりか、はい、10年ぶりかという狂言ですね、その前も20年ぐらいやってなかったという、はい、今茂山家でできるのなんと千作と私だけでございまして、ぜひ胸を立てて一生懸命やらせていただくというところ、髪が言えるのもね千作さんだけなんですよね、もうこの二人がいいようになったらもう麻生はお蔵入りということになりますので、いつくらいに今のうちに見てみたいな、いつぽっくりか分からないけどね、今のうちに見てみたいな、はい、で大阪公演は4月の終わりになるんですけど、4月21日土曜日、土曜日ですね、場所は大月能楽堂、能楽堂さんですよ、はい、大月能楽堂さんで、まあ、これは昼夜1日2公演というこのでですね、これも、お昼の公演には今言いました阿蘇がありまして、で珍しい狂言で朝日南という狂言がね、これまた珍しい狂言が多いな、はい、やった、いや、今やってないですね。どっちもやってない。どっちもやってないですね。まあ、閻魔大王が出てくるんですけどね。閻魔大王って聞きますね。皆さんおそらく非常に恐ろしい鬼のイメージがあると思うんですけども、ここの狂言に出てくる閻魔大王はですね、人間が信心深くなって地獄へ誰も来んと。もう地獄がもう危機的状態だと。
いうことで、なんとかその罪人をですね、亡くなった方をですね、地獄へ、追い落とそうと、閻魔王自身、出てくるという狂言なんですけど、ね、どんだけしょぼいかというと、その閻魔大王にもう眷属の鬼がいないんですよ。もうしょぼい、自分一人しかもういないっていう状態なんですね、閻魔大王は。もう僕自分でやらないと、もう地獄が回らないっていう、もう他の鬼たちを雇える力がなくなったも閻魔大王は、まさに地獄が火の車状態でございますで、まあそこに、朝日のサムロが、やってきまして、まあ、地獄へ送るという話なんですけども、まあ果たして閻魔王が強いのか朝日奈が強いのか、その力比べをこう存分に見ていただく、まあ、狂言となっております。はい。で、夕方の公演の方が峰吉という狂言、復曲狂言で千之丞さんが台本を起こしたというふうになってますけど、どんな狂言か知ってる？全く知らないです。私も知らないです。僕も知りません。どうしましょう。僕はね、博打打ちの仲間をするので、博打打ちが出てくるでございます。そうですか。そして峰吉というほどですから、まあ、峰吉が出てくるのですが、で峰吉の下に娘ってやはんねんけど、あらら、あら、まあ、その峰吉をやるのが道治君ですね。はい。どういう表現なんでしょうね。どういう表現なんでしょうね。まあ、私台本を見てないのでいいんじゃないでしょうか。18年ぶり、何年ぶり、なんかすごい久しぶりですね。これも多分18年ぶりとなりますよ。18年ぶりの上演ですね。ああ、なるほど。おそらく千之丞さんが書いた台本ですからね、面白い台本であることには間違いないと思う。間違いないですね。ね、どうでしょうね。見てみるとね、見てみると分かる。まあこればっかりはね、皆さんも見てみないと分からないので、ぜひ、会場にですね、足を運んでいただきまして、まあ、春のね、のどかな、一日をですね、お過ごし、楽しく過ごしていただければと思います。そうなんですよ。のどかに過ごすというのは、いつもの狂言会とはですね、若干その狂言の演目の雰囲気が大きく違います。はい。ポイントは久しぶりに見れるということですね。常日頃の狂言会で出てくるような狂言ではないということですので、この機会をぜひ、もし見逃してしまうと残念なことに、まだ18年経ってしまいます。生きていいのかな。そう、まあ18年経つかもしれないな。18年以上になるなるなるかもしれない。そうですね。例えば、まあ、21月21日の麻生が終わって、もしリクエストとかされない限り、またもう見えなくなってしまいます。もう僕が呼ぼえもんだったらできません。ねえ、ぽっくり言ってもね、早く見に行ってくださいからこの機会をチャンスにね、目指して狂言も堪能していただけたらなと、未明よしを見たこともない3人が言っておりますので、狂言2012、はい、お待ちしております。